第六代ベッドフォード公爵ジョン・ラッセルは、イギリスの貴族。ガーター勲章勲釈師、数密古門官、法学博士、ロンドン高校教会フェロー。ホイック等に所属し、初代グレンビル男爵、ウィリアム・グレンビルの政権において、アイルランド総督を務めた。1767年から1802年までは、今日の儀礼称号をつけて、ジョン・ラッセル教と称した。 1766年7月6日に、イングランドのベッドフォードシャー州ウォバーンにある、ベッドフォード公爵家の邸宅ウォバーン・アビーで生まれ、8月2日に、ロンドンの聖ジャイルズ・イン・ザ・フィールズ教会で洗礼を受けた。父親は、第4代ベッドフォード公爵ジョン・ラッセルの着手、タビストック公爵フランシス・ラッセル、母親は、第2代アルベマール伯爵ウィレム・バン・ケッペルの娘で、 あるレディ・エリザーベス。三人兄弟の次男であり、兄に第五代ベッドフォード公爵となるフランシスが、弟に庶民議員を務めたウィリアムがいる。1788年から1790年まで、及び一期挟んで1790年から就職する1802年まで、デボン州タビストック選挙区選出のホイグ島、所属庶民議員。1802年に、 未婚のまま死去した兄の後を継いで、第6代ベッドフォード公爵となり、貴族院に移る。1806年2月12日、アイルランド総督に任じられ、同時に数密顧問官に劣勢られた。総督には1807年まで在職し、その間は聖パトリック騎士団のグランドマスターでもあった。ベッドフォードは1830年10月25日にガーター勲章を授与された。 1839年10月20日に、スコットランドパースシャー州のドーネオブロシー・マーチャスで、死去し、イングランドのバッキンガムシャー州チェニーズに葬られた。爵位は、長男のタビストック公爵、フランシス・ラッセルが相続した。最初の妻は、第四代トリントン子爵ジョージ・ウィングの次女である、オナラブル・ジョージ・アナ・エリザベス・ウィングで、1786年3月21日に、 ブルセルで結婚した。彼女との間に産卵を設けた。1801年に、ジョージアナ・エリザベスと死別すると、1803年6月23日に、第四代ゴードン公爵アレグザンダー・ゴードンのご助であるレディ・ジョージアナ・ゴードンと再婚した。式は、ロンドン・ホワイトホールのファイフハウスにあった、聖マーティンイコールザイ,イコール,イゴールフィールズ協会で、行われた。 5歳との間には7男3女を設けた。ベッドホード公爵夫人、ジョージアナ・ラッセル・ J ・ラッセルは植物の学名で命名者を示す場合にジョン・ラッセルを示すのに使われる。ありがとうございます。